ペレアス教は、アーサー大物語に登場する円卓の騎士の一人、湖の乙女と結婚したことで知られる。マロリー版では、冒険中のガウェイン教に出会い、エタードという乙女の中を取り持ってくれるように依頼するシーンが初登場。しかし、中を取り持ってくれるはずだったガウェイン教自身が、エタードと同金している姿を見て、ガウェイン教をひどく憎むことになる。 この一件の後、悲しみのあまり放浪していたペレアス教であったが、彼に恋をした湖の乙女が接近したことから、ペレアス教は湖の乙女と愛し合うようになる。そして、ペレアス教を愛した湖の乙女によって、馬上やり試合があるときは、ランスロット教と同じ側につかない限り試合の場所には、つけない、つまり、ランスロット教とは戦えないように魔法をかけられる。 ただし、ペレアス教が弱いのかといえばそういうわけでもなく、彼が円卓の騎士に助せられる直前の大会では見事に優勝を果たしており、マロリーははっきりとフランスの書物によればガウェイン教よりペレアス教の方が強いと記載している。その後、特に冒険をするなどの派手なエピソードはない。ただ、グイネビア王妃の誘拐に160人の騎士を連れて襲撃してきた。 メレアガンス教に対し、最終的に破れはしたものの、重傷を負いながらも、ペレアス教はたった10人の騎士で抵抗している。この時、その10人の騎士には、ペレアス教やアイアンサイド教の他はあまり強い人物はおらず、もっぱらメレアガンス教の騎士に打撃を与えたのは、ペレアス教やアイアンサイド教くらいのものであったという。他の騎士が、聖杯探求、あるいは、 ランスロット教の起こした内乱によって大勢死亡したのであるが、湖の乙女に愛されたペレアス教は安楽な最後を迎えることができたという。ありがとうございます。